3月号ということで、岡本さん、そろそろ桜の季節ですが、社長のおすすめのスポットがあるか教えてください。あなたってどこの人ですか。まず、あのね、まあ、一番ベタなのは、あの五月来店のところの桜の木があるんですか。うん、あの、そこから、ちょまっすぐ行ったら、ところですね。近くです。あとは、あの、滝駅から、この、滝駅っていう駅があるんですけど、そこからまっすぐ、メインの道、メインの道ほど広くなる。切った川のところに、土手が、川の土手は何川なんでしょうか。そこにあります。あ、そうそう、駅行ったらどう。え、串田川の、はい。ですか、どっか他にありますか。松坂城です。松坂城、他にも皆さん。字が上手じゃないのでボールペン字を習おうかと思います。私は本当に気にしたけど、全く跳ねるとか止めるとかも全然ないんですから。いろいろって書くじゃないですか。ね、いろいろって1131113です。いろいろ。本当はなんか書いたらいいってこうなるんでしょうね。なんか真剣に聞いてますけど、いい話が。なんかもう何にもないんですよ、僕の場合はもう。このもうなんか女子って書いたら好きに見えるとかね、なんかね。なんとなくこうだからワープロもできてよかったなと思ってます、もう今やワープロ落ちたんですから、まあ、そのね、うちの子供なんかは結構書道とか習ってるから普通に書いてもなんかすごい綺麗ですけど、逆にキモい感じがします。跳ねる止めるを全部書くわけですよ。僕はノロ君の字とか好きなんですよ。あの、ノロユカさん別に習ってはない。次、平野さん、ちっちゃいな、君の字。見てこれ、これちっちゃくないですか、こんな感じ。以前、僕の家が遠いと言われてましたが、車掌が遠いと思うのはどのぐらいの距離からですか。僕は車で30分以内が近い、1時間以上は遠いと思います。車で何分かかる。45分くらいで、ちょっと間ぐらいの通ぐらいで普通でしょ。30分以内は近いでしょ、1時間以上は遠い、イコール30分ぐらい時間は45分はちょっと遠いということになるんですか。ですよね、君の定義でいくとそうなんですよ。いや、この間あの和歌山にちょっと仕事で行って帰りに、この辺平野さんの家ですよ。こんなとこから帰ってんのみたいな、飯中町の麓ぐらいの感じ、すごいじゃないですか。慣れてしまえば、あんまり商品は普通かなって。あの、滝から松坂へ行くのも結構30キロぐらいあるんですね。そんなない。もうちょっとテンション上げて。お笑い番組だったらダメですよ、これ。シェアハウスでやるから200万円出資してくださいとか、今もなんか通販サイトの人になんか1000万円出したら報告できますとか、こんなばっかり言われるよりも、ほんま悲しくないですか。なんか本当になんか人が来たらお金ちょうだいって言われるばっかりだと思うのきついですよ。これはできたらなんかシートしたりお通夜みたいな。好きなことは映画を見に行くこと。福利厚生クラブで500円引きで見られるので、
もうすぐ公開のプラチナデータと相棒 X で秋に公開のスペックを発見です。そうですか、もう秋に入れるのが決めてるんで、はい、プラチナデータ、みんな邦画ですか。邦画ですね、はい。最近で洋画は最近だとあのダイハードを見ました。親子出てくるやつ、そういうことがない。あ、面白かったです。英語好きなのか、はい、109したのね。109やったり、あと奈良へ行ったり。え、奈良、はい、高見越えて。それ結構奈良の橿原の、橿原の、いや、はい、そのうちの奥さんの時間でいいんじゃないですか。あ、そうなんですね、うん、日本で第一号のトイザラスができたんですか。今さっきもらえますか。そうですか、奈良まで素晴らしいですね。最近映画のエヴァンゲリオンの9を見た以来ですね。あれからも、ね、何ヶ月も見たら、ね、プライベートの時間全然ないんですよ。ずっと朝からこのことやってるんで、プライベートライアンじゃなくて、プライベートナイアン、今分かった。プライベートライアン、プライベートライアン。ちなみにこのプライベートは二等兵という意味ですよね。はい。プライベート。プライベートと言うんですよ。はい。トミーさん。綺麗でしょ。トミーさん。柔らかい感じで。スキーをされていますが、他にしてみたいどんなスポーツありますか。あのマウンテンバイク、面白い。選手はあのレースに出まして、清和の山を走ってて、今度はその今、清水君っていうんで、日本のアジアのチャンピオン、ダウンヒルって言ってね、山から下っていくね、60キロぐらいのスピードで、ガッタガタの道をね、これ、スキーと同じスリルがあって、面白い。その後に今度、僕の自転車を改造してもらって、面白いです。人間ってちょっと危ないのが好き。だから田中君がやってる格闘技もそうだよね。危ないから面白いね。試合とかかなり危ないじゃん。その皆さんの普通はこう思う。何を好んで人に殴られるようなことをやって、しかも人から見られて、勝ったらやけど負けたらめっちゃ落ち込むのにみたいな。でもなぜやるか。そこにスリルがあるから。どんなやつか、どんな攻撃して俺を倒しに来るんかという、あの悟空が強いやつにワンワンするねっていうあれですか。一番大きいのは終わったじゃないですか。終わったあれがもうね、一回ね、始まると思いました。つまりその手前のトレーニングや緊張や難しさが全部解き放たれたということは、逆に負けてしまった時はどうなるんですか。もうめっちゃそのマイナスが全部出てくる。そうですね、やっぱね、もう何ですかね、もう持ってきたくないし、ちょっとあのカメラで軽く映しておいて3月31日ヒント26ね、何試合目でですか。僕はね、本戦の2試合目です、うん、その前座が3試合ぐらいで、ね、ああ、そうですか。じゃあまあ5時半ぐらい、皆さんぜひ一緒に応援に行きましょう。よかったら、見ているこのカメラの方にメッセージをどうぞ。